んにちは、カッパ工房です。今回は能形田川ご当地なんですけども、間違えてご当地行ってしまいました。さて、その結果、目的地は今川カッパという行橋の3つ手前の駅です。今川カッパ、これは地元の人でも知らないカッパの像があると思います。黒崎駅というのがありました。菜の花号と書いてあります。発車時刻になり、列車が動き出しました。しばらく景色をお楽しみください。
は焼き物の町、上野焼遠州七釜の一つだそうです。上野京白糸の滝まで徒歩1時間東北5キロメートルです。ここで運転手さんが交代しました。邪魔してます。いかがでしょう。グランウォークバックドラゴン、タワーはご当時、タワーはご当時です。タワーはいた床正面で行きませんので、上り橋は大丈夫です。発車は13時45分。Thank you.
から線路が分岐しています。駅のそばにはよくあるようですが、ご存知の方ご教授いただけると幸いです。コメント欄にでも書いてください。お願いします。終点後藤寺に着きました。後藤寺はターミナル駅だそうですが、意外に大きなのにびっくりしました。実は田川後藤寺には初めて来たのです。今14時10分です。まあ、カッパから先行くかもしれないけど。まだその他に乗る予定があるんですから、一日乗車券っていうのもあるんですけど、1000円で。それ買えることもできますけど。いや、もう、横橋から JR 飛んでいたので、今川カッパの、カッパのゾーン見たくて。なので、一旦そこで降りて、14時20分にまた折り返し発車するんですよ、カナダまで。はい。で、カナダに14時33分に着いて、中で行き足行きに乗り換え30分ぐらいちょっと待ちますけど、ほんとそれであればもう結構そのままでいいですか。それか、ここいや編集時間もあるから、もう一回降りましょうか。はい、で降りて JR で小倉に帰ります。はい、編集の時間などもあるので小倉経由で帰ることにしました。ですが北彦山線といえば C 公園駅があります。 C 公園駅は北九州市モノレールの菊ヶ丘駅すぐそばです。そこでまた浮気の虫がごじょ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 湧いたわけで、詳細は次の動画にします。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。